これまでに札幌で感染が確認された患者の検体から一例見つかったということで XBB1 は現在主流の BA5 よりも免疫を回避しやすいとも言われています続いて直近1ヶ月の感染者数カレンダーで見ていきます今日は先週の水曜日よりもおよそ2200人増えました3日ぶりに前の週の同じ曜日を上回っています